おはようございますえっ、ー、とね例のねあのショッピングポイントのシステムっていうのは私たちが稼げるようになったわけじゃなくってなんかねそのあの仕組みが稼いでたわけなんであの仕組みがなくなった途端稼げなくなっちゃう人がいるんですよねだからそうじゃなくってその使わせてもらってる仕組みを使っていかに自分があのビジネスを上達していくかってところがミソなんですよねだからこここれれどんなことに関わっていていもそれこそ コンビニのバイトに関わっていても自分の力をつけていくっていう意識じゃないと結局人生はただ過ぎるだけで自分で稼ぐ力とか自分で暮らしていく力がなかったよねってことになっちゃうんでやっぱりねこれを機会にって言ったらねあのいろんな機会を使っていかなくちゃいけないんですけども自分で商品を作ったり自分で集客をしたり自分で商品を販売することをやっていかないと結局はビジネスって成り立たないんですよね。 成り立たないのに稼げてるとしたらほんと歌方なんであんまり力を入れない方がいいよねっていうことになっちゃうんですよね。はい、まあでもねあのどんなこともやれば何かができますやればね。で何も残ってないってことは素直に何もやってなかったっていうふうに思った方が答えは出てきやすいんじゃないかなと思います。 まあ、体の枝もねありますけどもあれもはっきり言って私たちが何かをやってるってわけじゃないのであれでたまたまね障害資金ができればそんなこと考えなくてもいいんですけどもせっかく体の枝に関わってそれで利益を得ようとするなら体の枝の値上がり益だけを狙うんじゃなくって例えば体の枝を紹介する動画を作って動画で稼いでいくとか何かねその暗号通貨の集会とかを自分でやって会場費をいただいてそれで利益を上げていくかみたいなね。 そういうふうなことをしてもいいんじゃないかなと思いますよね。まあ、他にもいろいろ稼ぎ方はあるんで、あまりこう、私がね、こうやったら稼ぎますよって言ったら、それしか見えないようになっちゃうんで、あんまり言いたくないですけどね。<laughs> 本当に無数に稼ぎ方があって困っちゃうぐらいなんですよね。まあ、昨日のあの Zoom で対談させてもらった、もう携帯利権とかも全然いいんじゃないですか、あれは、うん。あれはもうすでに儲かりやすい仕組みっていうのができてますので、あとは自分が、 ちゃんと紹介ができるかどうかっていうあの自分の知ってる会社を紹介できるかどうかっていうただ一点それだけなんですよねでも紹介する度胸があったり説明の仕方がトレーニングできてないとまあ新しい売上とかは作れないんでそこはやっぱり自分の力をつけていかないとねってことになりますけどねはいありがとうございました。